毎度、たかしです。今ね、仕事帰ってきましてね、バラ仕事やってきました。もうバテバテですよ、このクソ暑い中ね。まあね、僕だけちゃいますけどね、こんなね、しんどいのは僕だけじゃないですけど、まあね。きついですわ、ほんまね。バラはね、大阪から持って行った荷物を下ろして大汗かき、でまた積んで大汗かき、でまたそれを下ろすのに大汗かくというね、3回大汗をかいたわけですけどね、もうバテバテでね、もうね、スタミナつけたいなってね、もうしんどいと、スタミナつけるしかないと、この暑い夏ね、何とか気合で乗り切りたいということでね、今日はね、ココイチ番屋でね、カレー買ってきましてね、1キロお持ち帰り頼んだんですけど、1キロはできません、言われて、1キロのお持ち帰りできません、言われてね、ああ、じゃあ、それやったら、500グラムを2つということで、これね、買ってきましたね。これね、食ったろかな、思って、軽く平らげたろう、思ってね、食ったりますよ、今から。よし、じゃあこれからね、軽く平らげたいと思います。まあでもこうね、こういうものがね、持ち帰りできるっていうのはね、すごい嬉しいことですね。まあね、当たり前か。まあそうやな。これがね、チキンカツカレーですね。チキンカツカレーチーズ入りで頼みました。よっしゃ、行くぜ。うまい、美味しいっすよ。美味しいね。普通にうまいな。結構ガッツリきますね、これ。このチキンカツが効いとんのかな。これいっぱいで、腹いっぱいなんと、これ。僕ね、
120キロぐらいあるんですけどね、見かけ倒しなんですよね。あんま食えないですよね。いっぱいで腹いっぱいになってきたな。あれって思うんだよ。おかしいな。年齢も関係あると思うんですよね、これ。もう40歳。40歳で。若い時は、ねえ、若い時ね、ココイチの 1300g 大盛りカレー挑戦みたいなね、あったんですけどね、それ食いましたからね、結構軽く。これ明らかなる年齢の、年齢による勢いの低下というかね、若い時はね、結構軽く食うたような気分。若い時ってね、30ぐらいまでは、30とか元気やったな、まだ35ぐらいまでも元気やったな。ここ数年ですよね、ほんまなんか何もかも体力的になんか落ちたなって思うのは、これから先さらに体力落ちるのかな。なんとか 500g は完食しました。 500g はね、ちょっとこれ温めてきますわ。これね、温めてきますわね、これちょっとね、なんかぬるなっとんな、とりあえずね、 500g ね、完食しましたんでね、あと 500g 軽くいったろかな思っております。まだ余裕あるな、 500g やったらまだ余裕です。まだ余裕でだけど、どうやろう、これがこの2杯目はちょっときついかもしれんな。これなあ、ほんま中学校とか高校の時はもうこれぐらい軽く食うとったような気がしたけどな。年齢的な衰えはやっぱりちょっと隠されんな。そんなね、元気ないこともないねんね。なんでやろな。よっしゃ、行くで。食うで。
チーズまろやかやな、このココイチのソーセージ、これめっちゃうまい、これめっちゃうまい、明らかなるペースダウン、資金数が効いとんな、これ明らかなるあれやな、辛いな、久々やな、こんなカレー食うの、こんなカレー食うのは久しぶりや、うん、暑いな、汗かくな、飲んだら余計きつなんねんけどな、まだ辛いな、飲んだらきつなんの分かってんねんけど、辛いから、はあ、いやー、なかなかあれとかあれみたいな、こんな食われへんみたいな、なんとかね、ここまで来ました、最初とのテンションの違いがね、自分でもびっくりしますわ、全然美味しくないです、こんなんね、調子乗ってやつありませんよ、うん、まっ、もう腹パンパンやわ、ほんま、あー苦しいな、
さあ着きました。1キロ完食しましたよ。ああ苦しかった。何度かね、食いました。うん、したね。またね、まあ、なんかチャレンジしたいと思いますよ。ちょっとね、食い物系はちょっとやめとこうかな。ちょっと厳しいな。もう見かけ倒しです、僕は。またやります。それじゃあ。